ゾフィーと父、フランツ・フェルディナント・大公、ゾフィー・ホーエンベルクは、オーストリア・ハンガリーの帝型商社、フランツ・フェルディナント・大公の長女、最後のオーストリア皇帝カール一世の十枚。結婚後の生命は、ゾフィーのスティーツリーネックといった。1919年までは、ホーエンベルク公爵夫人の称号を有した。フランツ・フェルディナント・大公とその妻のゾフィー・ホテク。 伯爵夫人の間の第一子、長女として生まれた。全名は、ゾフィー・マリー・フランチスカ・アントニア・イグナティア・アルベルタである。両親の既遷結婚により、ゾフィーと二人の弟マックスとエルンスとは、二重帝国の定位継承権は、愚か、ハプスブルク家の正式な成員とすら認められなかった。1914年に両親が、セルビア訪問中に、 民族主義者のテロにより暗殺されると、ゾフィーと弟たちは、母方の親族に引き取られた。指定は、母の末の妹ヘンリエッテとその夫のレオポルトフォン、ノスティッツリーネック伯爵の屋敷で養育され、母の姉、マリーの夫である、ヤロスラフフォン、トゥーンウントホーエンシュタイン公爵が、皇帝フランツヨーゼフ一世によって、指定の後見人に指名された。 1920年9月8日に、ジェチインにおいて、ギリの王子、レオポルトの老いであるフリードリヒのスティッツリーネック、伯爵と結婚した。伯爵夫妻の間には、以下の三男一女が生まれた。結婚後も、今家のスティッツ伯爵家の所領のあるチェコスローバキアに、居住したが、1945年には、ベネシュフ国により、全財産を没収された上国外に追放された。 このため家族と共にオーストリアに移り、最初はアイゼンイエルツで暮らし、1963年にザルツブルクに移った。1990年に死去し、バイツにある娘の突ぎ先グーレヌス男爵家の墓所に葬られた。ホーエンベルク公爵家は当主のみがホーエンベルク公爵と称し、その他の生員はホーエンベルク公爵と名乗る。ただし、 オーストリアでは1919 19年の貴族制、廃止法により、すべての貴族称号は法的に廃止された。チスライタニエン首相を務めた政治家、フランツ・アントン・ホントゥーン・ウーンとホーエンシュタイン公爵の弟で自身も歴史家であった。ありがとうございます。